みんな、十分休めたか？早く行きましょう。ナザミルが待ってるわ。ちゃんと仲間がいるってこと教えてやらないとな。それでこの騒ぎも終わりだ。そしたらまた一緒に美味しいご飯だね。なら腕によりをかけてたっぷり振る舞ってやらないとな。行こう。俺たちの手で必ず連れて帰ろう。仮面連中はなるべく刺激しない方がいいよな。いきなり追いかけてきたら怖いもんね。よせよ。あったあった、あれだ。転移装置だね。さて動くといいが。どうした？ここであのお守りを拾ったんだよね。あの時はこんな形で戻ってくることになるなんて思いもしなかったな。もしかしたらあのお守りが導いてくれたのかもしれないわね。これでいい。あとは正しい座標であることを願うばかりだな。また戦うことになるのかな。わからないけど止めなきゃだろ。そうだな。でないと仮面をかぶらされた人たちはずっとあのままだ。仮面をつけるときナザミルはいなくなればいいと言った。仮面で自分を消し、代わりに人々がその思いを叫んでいる。人は己の口で思いを語るべき。いや、語ることが許されるべきだ。行きましょう。いよいよ崇拝なんだね。下病全部を制御するくらいだからどんなところだろうってずっと思ってたけど、こんな形で行くことになって複雑か。ううん、ナザミルのことの方がずっと大事だもん。そうだな。下病はともかく、ナザミルのことは待ったなしだ。ああ、早く行ってやらねえとな。ナザミルにとって俺たち以外のことはどうでもよかった。それでもあいつは誰かを傷つけたりはしなかった。ニズの時だってそうだ。自分にひどい仕打ちをした人たちさえ助けたんだ。そういや、仮面かぶせた連中を操れた時だって結局大して怪我人も出てないんだよな。多分私たちと出会う前からそうだったのよ。ああ、人と接するのに慣れてないだけで、あの子の性根は優しい。同感だ。それなのに母親から引き離され、父親から愛されず、会う人全てから不当に傷つけられ続けて、全てを憎んでもおかしくはなかった。代わりに彼女は己を消すことを選んだ。このまま終わっていいはずがない。信じられるものもあるって知ってもらうんだ。ここが崇拝。全ての下病を司る、いわばヘルガイムキルの技術の結晶か。ナザミル、私たちと離れてからもちゃんとご飯食べてるかな。そうね、お腹を空かせていないといいけれど。もし空腹ならまた私たちが作った料理を振る舞ってやりたいところだな。うん、確か下病を探してた時だよね。材料を集めて料理して、初めてナザミルと一緒に食事したのって、あの時のナザミルの顔、私忘れられないよ。美味しかったって言ってくれたもんね。ああ、ナザミルにとって誰かと食事するのは特別なことだったんだよな。あの子にはもっと美味しいものがたくさんあるって伝えないと。では今のうちにナザミルに食べてほしい料理を考えておくというのはどうだ？だったら肉にしようぜ。腹が減ってるときは肉が一番だからな。大雑把なローの料理は却下。もっとちゃんとした料理じゃないと。
俺だってちゃんと作ってるだろ。それに肉を食えば筋肉もムキムキになるんだぞ。だったら余計ナザミルには必要ないよ。私は甘いものがいいと思うんだよね。シオン、ここはあえて珍味を味わってもらうというのはどうだろうか。確かにナザミルの好みを探ることも大切だわ。今のうちに材料を確認しておきましょう。全部いっぺんに用意する気じゃないよな。ナザミルに会えたらまずは一品あればいいと思うんだ。一番喜んでくれそうな。そうだな、やっぱりあの時一緒に食べた思い出の料理が一番じゃないか。そうね、アルフェンの言う通り、あの料理は絶対に用意すべきだわ。分かってくれてよかったよ。でも足りないといけないから他にも。よし、じゃあやっぱ肉だな。甘いものも追加で。珍味も捨てがたいぞ。ナザミルの胃が心配になってきた。カルベイセル、ニズの人々のように棒立ちですね。彼らも皆仮面を通じて今のナザミルの影響を受けたのだろう。これってナザミルの絵だ。なんでこんなところに。仮面をかぶる前のあの子が貼ったのか。これは俺か。いつの間に描いたんだ。私たちと一緒にいた時ではないはずよ。全部あの子が一人になってから描いたんだわ。記憶だけで。こんなにも俺たちのことを思ってくれていたんだな。待て、あそこにいるのはナザミル。いや、気をつけろ、何か変だ。やめて。何なのだこれは。ナザミルの血。どうして大丈夫なのかよこれ。ひどいことしないで。消えた。何だったんだ今の。やっぱり本物のナザミルではなかったのか。ズーグルが化けてたとかでもなかったよな。生き物じゃない、精霊力の塊みたいだった。ここは精霊力を制御する巨大施設の中だ。本物のナザミルがそこに接続しているはず。サプレッサーにナザミルの意識が流れ込んでいるように精霊力が影響を受けて実体化したか。なんでそれが俺たちの邪魔をするんだ。町の人たちと同じになるならわかるが。本当は私たちに会いたくないのかな。我々のことを認識しているようには見えなかったぞ。あの分身、ナザミルの他人への恐れそのものだったんじゃないかしら。これ以上傷つきたくないとき、人は心を閉ざして耳を塞いでしまう。私にも覚えがあるわ。うん、うるぅ。ナザミルの拒む感情、そして数感の防御機能、それが合わさった結果なのかもしれんな。またいる。本物に会うためには進むしかない。本当に倒して大丈夫なんだろうな。やっぱ後味悪いったらねえな。シオンの言う通りなら、心はある意味本物みたいなものだからな。俺たちも辛いが、ナザミルはもっと辛いはずだ。早く本物に会って語りかけなきゃだね。いざ。いざって。おい、死んだ、今絶対死んだ。何なの。え、もう、何なの。何と問われてもな。シオンを見習って少し落ち着きたまえ。私はどうより経験が多いから。ジルファと装甲兵に追いかけられて崖から飛び降りたこともあるわ。え、何それ、どういう状況。寒い、早く上がらないか。ここにも絵があるぞ。今度は誰のだろうな。シオンの絵だ。
細かいところまでよく書いてある。ナザミルの目に映った私ということよね。なんだか恥ずかしいような不思議な気分。いつかお返しにあの子も書いてあげたいわね。うまくは書けないだろうけど。きっと喜んでくれる。だから早くナザミルを見つけよう。また絵があるよ。さながら異世界の美術館といったところか。これ私だ。ちゃんとフルルまで描いてくれてる。自分よりフルルで喜んでる。だってほら見てよ、丸くて柔らかそうで、すっごく特徴捉えてると思わない？私あの子にちゃんとお礼言いたい。友達として。だんだん精霊力が増していってる。レナで精霊に挑んだ時みたいにか。うん、だから道は間違ってないってこと。この先にナザミルが。ああ、きっといるはずだ。急ごう。アルフェン。こんな時に思い出してしまった。よりによってボルラーンのことを。救えなかったという話かね。あの男に限ってはやむなしと見るが。最後の戦いでアルフェンが許すと言ったのに、あいつは自爆を選んだんだよ。俺もあいつのようになったかもしれない。それに憎み合い続けても終わりはない。そう思ったらまず自分が憎しみを捨てるしかない。そういうつもりだった。だがボルラーンにとってそれは自分の運命を相手に握られるという意味でしかなかったんだ。哀れむことを強者の所業と言っていたわね。だから死を選んだというのだな。最後に残った自分の権利として。同じことになるかもっていうの？ナザミルとボルラーンは違うよ。もちろんだ。だがボルラーンの時も前のナザミルの時も俺は相手の心まで気が回らなかった。こちらの思いをただ押し付けるのではダメ。そう言いたいのね。今度は繰り返すわけにいかない。いや、絶対に繰り返さない。また絵だわ。あちこちに貼られてるのね。寂しさを紛らわせるために貼ったのかな。私の絵まであるとは。嬉しいが少し意外だな。そうかな。ナザミル結構キサラのこと見てたよ。そうね。キサラの凛とした中の優しさ、面倒見の良さをよく表していると思うわ。差別の愛、誰も傷つかない世界か。それがナザミルが目指した世界だったんだよな。誰もが同じように感じ考える世界。いや、今となっては考えない世界というべきか。こんなやり方でなければ。下病ってレナ中にあったんだよな。おそらくレナ世界を支えていたらしいからな。つくづくヘルガイムキルの文明ってのは大したもんだったんだな。あれはまたナザミルの絵ではないか。あいつどんな思いで描いてあったんだろうな。あれ、もうなんか美化されてない？俺はもともとこんな感じだっての。けどナザミルのやつこんな風に見てくれてたんだな。ここにも仮面、それもこんなにたくさん。数巻にあるということは下病の構築と同じ時期に作られたのかもしれんな。まるで墓場だな。古代の支配の。どうして俺たちの絵なんか貼ってあるんだ。自分が何のために行動しているのか忘れないようにするためだったのかもしれんな。この絵、荒削りだが光るものがある。いずれじっくり語り合いたいものだ。それはともかくよく描けていますね。この小首のかしげ方なんてそっくりです。君以外にそんな細かいところを見ている者がいるとはね。まったく。だいぶ奥まで来たな。ナザミルまであと少しじゃないかと思う。ここまで来たら俺たちだけで戻る気はない。みんないいか？ええ。どうしたリンウェル。ナザミルがやってることは止めなくちゃいけない。
それは分かってるんだけど、あの子はずっとひどい目に遭ってきて、これ以上そんな目に遭いたくないと思ってて、だから閉じこもってるんだよね、この一番奥で。それを無理やり連れ出すのは本当に正しいのかなって。お前だけどよ、嫌がるのを引きずり出すわけじゃない、そんなの分かってるよ。でもナザミルは拒まれたと思って心を閉ざした。あの子は他人から否定され続けてきて、だから私たちに認めてもらいたかった。その心を開くにはもう一度一人じゃないと伝えることだと思っていた。それだけでは足りないということか。私たちが受け入れるだけでは今までと同じ自分を他人に左右されるままなのよ。俺たちが仮面を取り除くのではなく、ナザミルが仮面を外せるようになること、解放してやるんだ。俺たちからさえも。ありがとうリンベル、本当にすべきことが見えた気がする。うん、私も早くあの子ともう一度友達になりたい、それだけだから。支え合うことと依存は違う、難しいが真理だろうな。進もう、ナザミルを解放するんだ。ナザミル、やはり仮面をかぶったままか。ここで数間中枢に接続しているらしい。ナザミル聞こえるか、ナザミル、ナザミル、意識があるのか。同じじゃない、いてはいけないものがいる。私たちがわからないの、ナザミル。違っていてはいけない、同じでなくてはいけない。話を聞いて。誰が喋ってるんだ、ナザミルか、スーカーか。わからん、どちらでもあるのかもしれん。違いは消さないといけない。違いがなければ嫌われない。問答無用で始まっちまったぞ。どうする、一旦引くか。前と同じだ、呼びかける。炎の剣には気をつけてくれ。ドレスベント。違いがあるから同じでないから、嫌い、憎い、争い、嫌い、違いは消さない。力、愛。次私は何も望まない。剣を呼び出した、あの形、まさかボルローンか。この薬やべえやつじゃねえよな。あの斧はビエゾン。あの時仮面を失ったのは俺だった、今度はナザミルの番だ。この声をやめて。己の武器を突きつけられると、なるほど、居心地が悪い。余裕を言っている場合ですか。君がいるのに不安を感じる必要はあるまい。エサの時間。ウメドラの、まるで試されてるみたい。けど今さらだろ。うん、ナザミルしか見えないよ。マジで違いは何のか。クボ、気をつけろ。等しく怪人に焼き尽くす。簡単テラップのイカ省略、ホーリーランプ。電池を差し込むわ。乱れなく鉄柵のイカ槌、そのすべてが今人内の高まくは谷に戻る。この射速い攻撃ね。シロ、大丈夫か。ええ、この戦い気持ちで負けたら終わりだわ。行くわよ、ホーリーランプ。テレプゼント、ナザミル、目を覚ませ。
ナザミル、聞こえるか？お前は一人じゃない。目を覚ませ！ダメだ。あの仮面がある限り、こちらの声は届かない。消さないと、私もみんなも何もかも消えてはダメ。あなたはここにいていいの。ナザミル、どうなってるんだ。化け物に取り込まれちまった。あと少しだったのに。精霊力を数巻から補っているらしい。じゃあいくらやっても無駄なの？いや、飲まれる。わずかだがナザミルの意識が戻っていた。分身同様、あの巨体も精霊力でできている。あれを弱らせれば、ナザミルも目を覚ますかも。ナザミルを目覚めさせることができれば望みはある。やりましょう。動きを封じる。足を狙うんだ。誰一人同じものなどいない。違いの優劣も存在しない。君が私の特徴を描いたように、私も君の違いを心に留めよう。互いの違いを受け入れ、認め合う。そうして世界は豊かになるのだ。たくさん傷ついてきた。それでもお前は誰かを傷つけようとしなかった。私はそんなお前の力になりたいんだ、ナザミル。ラクロ、痛みも悩みも何もか。それでいいのか？それでお前は幸せなのか？己を顧みる者に他人を幸せになどできん。友の幸せを願うなら目を開くがいい。その迷いを断つ。新たな時代に生きろ。やったか。次はどうする？尻尾の付け根だ。回り込んで集中攻撃しよう。ナザミルが俺のことどう思ってるかとか正直よくわかんねえけど、わかんねえで終わらせたくねえんだ。俺たちは仲間、友達だろ。だったらもっと話して分かり合わなきゃな。とてもノリに込めた思いが嘘じゃないってこと証明するよ、ナザミル。一緒に温かいご飯を食べよう。一緒にプルルと遊ぼう。帰ってきて、私のお友達。ナザミル、聞こえるか？本来ナザミル、はい、現地に立ち込む乱れない結束のイカズチ。
ひれつけ。閉じこもった殻から出るのが怖いんだ。話を聞いてもらわなきゃいけない。ここだが今はこのまま続ける。ナザミル、ごめん。切り開くぜ。いけー。アルフェ、みんな。ナザミル、気がついたか。どうして私に構うの。そんなに傷ついてまで。そんなの決まってる。友達だからだよ。私にそんなのいない。私は一人、ずっとずっと一人。違う。確かに俺たちは一度お前を拒んだ。だけどそれはお前が人を支配しようとしたからだ。間違いを正すのは友達の務めだ。やらせない。腹を狙うぞ。あの中にナザミルがいる。ええ、ナザミルを解放しましょう。天理にあだなす協調に浄化の効果を失って進化を浴びくる一線の風。大丈夫か、ミナ。なんとかな。ここが無茶のしどころだろ。なくても、なくても、今は。ああ、ナザミルを取り戻すために。ナザミルは私を見てくれた。私もナザミルのことをもっと見たい、知りたい。仮面越しじゃなくて、あなた自身も。あなたの居場所はここにある。早くそれに気づいて。ナザミル、氷の槍を。お前が俺たちに向けてくれた思い、俺はそれに応えたい。今度こそ全力で。俺たちにとってナザミルはお前だけ。仮面でいくら増えたって意味がないんだ。消えるなんて言わないでくれ。いなくならないでくれ。リザル、私たちの手を握り返せ。どうだ。いかん、また精霊力が。なりやがった。ダメ、言うこと聞かない。勝手に。ナザミル、みんな逃げて。怪物とナザミルの意志が分かれたか。なら、あとはナザミルが外に出れば終わりだ。できない、怖い。ナザミル、聞いて。一人の辛さ、失うことの怖さは私もよく知ってる。それでも私はあなたに踏み出してほしい。この世界には素敵なこともたくさんある。それをあなたに知ってほしい。君はずっと自分が何者なのか誰かに決められてきたのだろう。だがそろそろ自分で決めても良いのではないか。私たちはお前の友達だ。だから私たちは何も無理強いはしない。友達って対等な関係だからね。ああ、言いなりになるのは友達って言わねえよな。でも困った時は力になるよ。それが友達だもん。対等、自分で決める。多分ナザミルが怖いのは今まで自分を持たなかったからだ。今からでいい。
それを作るんだ。どうすればいいの？ナザミルはナザミルのままでいい。だからまず自分自身を受け入れてあげてくれ。誰かが押し付けた仮面から自分を自由にしてやるんだ。受け入れる、自由になる。受け止めるぞ。これで決める。やるぞみんな。ああ、この新しい時代、新しき世界で大切な人たちと自分らしく、いつまでも一緒に自由な心で生きるために。友達が教えてくれた。もう押さえつけなくていい。あれ、私はただあればいい。こんなにも嬉しいなんて。何かを始めるには良い日和だな。仮面をつけている間のことは幸い皆覚えていない。じきに騒動そのものも忘れられるだろう。うん、でも忘れない。私がしたこと、私がしようとしたこと。傷はもう大丈夫？こういうの慣れっこだからな。どうってことねえさ。優秀な治癒術師も揃ってるしね。どこに行くか何か考えはあるの？気の向くままに行ってみるつもり。一人でなんて本当に寂しくないのか？今の私はまだ、一緒にいたらきっとまたみんなで満たされてしまうから。
私はまず私を渡して満たさないといけないんだと思う。そのためには時間が必要。でもいつか胸を張ってみんなと並んで立てるようになったら、その時は一緒に美味しいものいっぱい食べようね。友達と食う飯はうまいもんね。ハルルハルハル。自分自身の主人である限り、あなたは何にだってなれるわ。ありがとう。私はやっと私を始めることができた。全部みんなのおかげ。どこにいても俺たちは仲間だ。元気でな。それじゃあさよ。ナザミル。こういう時は行ってきますっていいんだ。行ってきます。行ってらっしゃい。頑張れよ。行っちゃったわね。今度会うとき、どんな風になっているだろうな。お互いいろいろ変わっているでしょうね。でも変わらないものもたくさんあるはず。そうだな、そう思う。うん、さてとは。そんじゃまた会った時恥ずかしくねえように頑張るとする。あ、なんだよお前。なーに、ボヤボヤしてると置いてっちゃうよ。何ってお前、今大事な、なんだ、おい。待てって、大体お前はいつも。はいはい。どうやら未来は明るいと見えるな。それよりえ、グラニードーナツ食べに行こうよ。分かりきったことです。俺たちも。シオン。話したいことがあるんでしょ。聞いてくれるか。Thank you.